Hey, what's up? キャプテン、トラジローです。今回は、時間がなくても霊式挑戦する方法、14ができず、固定も入れない、とある主婦の悩みというテーマでお話ししていきます。今回質問相談いただいているので読み上げます。トラジローさん、はじめまして。いつもトラジローさんの動画に励まされています。今日はご相談があります。私は家事、育児、仕事の合間に、ファイナルファンタジー14をプレイしています。そのためなかなかまとまった時間が取れず、陰も不定期になってしまいます。本当は霊式に挑戦したいのですが、固定に入りづらい、そもそも十分な時間が取れないなどの理由で未だにできずにいます。リアル優先なのは当然なので諦めている部分もありますが、小さいお子さんがいても霊式絶に行ける人を見ていると羨ましくなってしまいます。夫は私より忙しいので、ゲームしたいから子供も見ててとも言えません。周りのフレンドさんはどんどん霊式に行っていて、気づいたら疎遠になっていました。楽しむためにインしているはずなのに、最近はへこむことが増えました。14は好きなので続けていきたいです。うまく気持ちを切り替える方法はありますでしょうか？アドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いします。まずリアルで子育てで忙しいと思うので、子供が成長するまではね、しばらくその状況が続くかなと思います。なので家事、育児、仕事とさらにゲームをしたいのであれば、生活環境を変える必要があると思うので、可能であればなんですけども、仕事を変えてみるのがいいと思います。収入がどれだけあるのかとどれだけ必要なのかが分かりませんが、可能な範囲なのであれば仕事を変えて出勤人数を減らすとかでないと、ゲームを作る時間は作りづらいと思います。あとは職場に勤めてから半年経過していて、全出勤日の8割以上出勤していたら、会社は有給休暇を年に10日間出さないといけないっていうのがあるんで、有給を活用するのも一つの手ですよと。で、どうしても現環境でゲームをしたいのであれば、旦那さんに相談する必要があるとは思うんですけど、旦那さんがゲームをしないタイプなのであれば理解は得づらいと思うので、その際ゲームしたいから何かしてっていうんじゃなくて、ゲームするにはどうしたらいいかという話をすると、話を聞いてくれるかもしれません。自己責任で頼むよ。とはいえ、なんとか今わずかに遊べる時間でも霊式を攻略する手段っていうのはあると思うんで、今回はその方法を解説します。そこでお話しするテーマはこちら。パーティー募集のみで進行、クロスワードリンクシェルで募集、気持ちを切り替える方法、この3つのテーマでお話ししていきます。まず1つ目、パーティー募集のみで進行ということなんですけど、まず固定を組むとそのスケジュールに合わさないといけないくなるので、余計に時間が取りづらくなります。その際は自分でパーティー募集を立てるか、募集に入りましょうよと。これで自分のスケジュールに合わせて進めることができるんで、時間が取りやすくなります。で、もしお子さんが小さいのであれば、パーティー募集文に子供が小さくて突然の離席あるかもですみたいなことを書いておくと、集まりはね、悪くなるかもしれませんが、参加してきた人は理解ある人だと思うので進行しやすくなるのかなと思います。2つ目のテーマ、クロスワードリンクシェルで募集ってことなんですけど、そもそもゲームをできる状況っていうのが限られているんで、そういうコミュニティを作るか参加すると、もしかしたら理解のある人たちでコミュニティを作れるかもしれません。自分は主婦で家事育児忙しい、仕事も忙しいけど、それでも14好きだから合間を見てやりたいのでやってますと。霊式行くのであれば、こういった環境でも一緒に霊式行ける方みたいな感じで、クロスワードリンクシェルを作ってロードストーンのコミュニティファインダーで募集するっていうのもありです。で、さらにそこに募集文で、こういう状況だけど同じ境遇の方、これでも霊式を一緒に攻略してくれる方みたいな感じで、書いておくと、おそらく似たような境遇の人が参加してくれるかもしれないし、そこである程度人が集まって、雑談とかしてると、うちではこういう方法で実は解決してるんですよとかってね、自分にとって価値ある話ができる可能性もあるんで、またそれを共有できるかもしれないんで、今の自分の状況に合わせたクロスワードリンクシェルか何かしらのコミュニティを作って募集するっていうのは割といいかもしれません。とはいえ、コミュニティを作るということで、その点だけね、少し忙しくなると感じるかもしれないんですけど、それもあらかじめ募集の段階で、育児やら仕事やらで忙しいし、反応は基本少ないよっていうことを伝えた上で募集すると、お互いの理解度が深まって、そういった人が集まりやすいのかなと思います。今までのフレンドと疎遠だとしても、ここで新しいフレンドができる可能性もあるし、もしかしたらこっちの方がね、話し合う人がいるかもしれないんで、逆に改善できるポイントになる可能性もあります。そして3つ目、気持ちを切り替える方法ってことなんですけど、とはいえですよ、とはいえリアルの事情でゲームできないっていうのはよくあるし、そんな簡単に仕事もね、辞めれないし帰れないし、
旦那も忙しいから無理だよっていうことで、まあ、気持ち切り替えたいよって話もあると思うんですけど、まあ、一番いいのは新しい環境へ変化させていくっていうことです。一応この相談を見る限り多少はねゲームする時間はあると思うんですけど、フレンドと時間が合わなくてへこむっていう風に見えるんで、さっきにもあった今の自分に合う環境のコミュニティに所属するか作るかするくらいでないと環境っていうのはなかなか変わらないと。で、気持ちの切り替えって切り替えようとしてもねなかなか難しいんで、まずは少しずつ自分の望む環境に変えれるようにしていけば最終的に気持ちも切り替わっているいけるのじゃないのでしょうか。どうしてももうリアルの都合でもこれ以上無理だと悩みの種にもなって嫌だっていう場合は課金を切って14を休止するのも一つの手です。1ヶ月くらいすると意外にね忘れるし悩みの種も減るんで意外とね快適になったりするっていう話もあります。それでリアルが落ち着いてきたタイミングでまた14がね思い出した時に復帰するっていうのもありだと思うんで、まあ、そちらもね良ければ参考にしてみてください。さあということで今回はね、主婦の方の悩みを受けましたということで、まあ、ファイナルファンタジー14って対人でやるゲームがまあベースにあるので、まあ、この先ね一人でも遊べるっていう風にはなってるものの、もちろんやっぱりフレンドとか誰かと遊ぶ方が楽しいっていうのは実際にあるんで、まあ、そうなると現実と同じように対人関係があるので、やっぱりその中で自分が楽しむためには自らが行動して環境を変えていくっていう必要はあるのかなと思いました。まあ、実際にゲームできる時間が短くてもその環境がね自分が遊びやすい環境とか気の合う仲間がいるとかであれば短くても楽しいと思うんで、まあ、そういった環境をねまずは目指すということから最低はいかがでしょうか。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。トラ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 ジオ。この手が赤く染まる暮れのように、あまたの戦い越えた証。キャプテンキャプテン虎次郎、キャプテンキャプテン虎次郎、虎次虎次虎次郎、虎虎次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 虎虎